するときもここに対してこのお首のここに対して垂直だと真横からになりますよね。こうですよね。こうメタラさんと僧帽筋あってここのところに垂直圧にショットって意外と真横なんですよ。これちょっと違いますよ。斜めになってますよね。真横だとこうなんです。でこっからこういくわけなんですね。しっかりとこれコリが乗り越えますよね、うん、これがちょっとコリがこの状態だといまいち物足りないでしょ、不満残りますよね、はい、こうしてしっかりとこうその方の張ってらっしゃる部分を確かめてやってあげていただくことによってこれでどんどんほぐれてくるんですね。そうなんですよ。どん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 ね練習していただくとコリがほどけていくのが分かりますからね。だからこういうポーズがで、お顔もできたらもうこっち向いていただいたらこのまま全部ここに体重かけていくわけですからすごい楽なんですね。何も腕の力をこんなして使わないです。でもしっかりとこの1の圧そして2の圧で3の圧っていうのは1回1回しっかり入れてもらいたいんですね。これを、飛ばすと1、2、3っていうのと1、2、3っていうのとどうですか、違いますよね、うん、こういうちょっとしたさ、ちょっとした細かい部分なんですけど、これをしっかりしていただくとものすごく満足度の高い、まして皆さんこの辺り張ってらっしゃいますからね、うん、そういう風になります。もう首の根っこからね上までしていただく。で今度上の特にねお首の首の周りっていうところ結構硬いのと入れ込んでるのでそこでね母子がだんだん離れていってしっかり入らない時があるんですね。